皆様こんにちは、ピアニストの向川圭吾です。来たる12月の4、5、6、7、8日と、まあ、5日間連続なんですけれども、僕の大好きな東京の浜離宮朝日ホールにて5日間の連続リサイタルというのを開催させていただきます。それで、まあ、こちらの詳細などは僕のホームページなどチェックしていただけたらと思うんですけれど、こちらで弾くプログラムが、A プログラム、B プログラムと2種類用意いたしまして、それぞれにまあ明確なテーマ性を持って今回組んでみました。まあ、A プログラムの方は、バッハを中心としたもの、そして B プログラムはまあ簡単に言えば非常に内省的なプログラムとなっているのですけれど、今日はですね、そんなまあ僕のこだわりの詰まったプログラムでもあるので、その大まかな、まあ、概要、どうして曲を選んだか、聴きどころなどを、少しピアノ弾きながら少し長めに解説してみたいなと思っています。まず、最初の2日間で弾く A プログラムの方なんですけれど、まあ、こちらにチラシがあって、前半、バッハのフランス風呂曲ロタン調、そしてフランクのプレリュードコラールとフーガロタン調というのを弾いて、まあ、後半はレイがバッハ舞踊に、バッハ舞踊にショスタコービチと、まあ、少し多彩な内容になっているんですけれど、この A プログラムの、まあ、テーマはおそらくご覧になってすぐ分かる通り、まあ、ヨハン・セバスチャン・バッハという人に焦点を当てて、そのバッハから影響を受けた音楽を一緒に並べて、まあ、少し近代の音楽にまで拡大してお届けするという内容のものなんですけれど、簡単に言えば僕はヨハン・セバスチャン・バッハという人の、まあ、もちろん最も偉大なクラシックの作曲家の一人と間違いなく言えると思うんですけれど、彼のその偉大さというのはまずもちろん、精神的に非常に遺産とも言えるような崇高な音楽を書いたこともあると思いますが、それと同時に、まあ、彼は実際当時最大のこう鍵盤楽器弾きとして非常にテクニックを持った人でもあったわけで、その精神性というものと技巧っていうもので、この音楽というものを語るときに、例えば精神と技巧、まあ、音楽性と技巧みたいなものを分けて語られることも、まあ、少なくないと思うんですけれど、やっぱりあの技巧というものそのものも、僕はそれ自体芸術的な、崇高さの一つと言ってもいいのかなと個人的には思っていて、それでバッハのやっぱり素晴らしいところはその精神的な高みと、技巧、特に鍵盤弾きにとっては技巧というものを駆使した作品が、現代にまで影響を与えるという、この与えているというこの2つの柱を彼は両方を高い次元でこう両立し結合した人という意味で素晴らしい作曲家の一人なのかなと思っていて、それでこの A プログラムの、まあ、前半ではロタン調の作品を2つ並べてみたんですけれど、まあ、これは特に彼の精神的な、深みのようなものが感じられる作品と、まあ、フランクのプレリュード、コラールとフーガという、これもまた非常に崇高な作品という2つのロタン調の作品を並べて、まず前半ではそうした雰囲気を感じ取っていただけたらなと思っています。ロタン調っていう調性は個人的にはとてもクラシック音楽の中で傑作が多い調性だと思っていまして、まあ、傑作というか作曲者がこう決意を込めて書いたような大作が多いと思っていまして、まあ、このプログラムで弾く2つの曲もそうですし、例えば同じくバッハだとロタン調ミサなんかがあったり、まあ、鍵盤曲でいうとショパンの3番のソナタだとかリストのソナタのようなそれぞれ30分の大作、これもどちらもロタン調だったりと、そういう名作の多い調性
だと思うんですけれど、あのこれは鍵盤楽器に限ったことですけど、ロタンチョっていうのは、ロタンチョの音階っていうのは個人的にはおそらく最も手に馴染まない長い指で鍵盤の手前を弾いて、短い指で、まあ、黒鍵ですね、鍵盤の奥を弾かなきゃいけないという非常に手にとっては弾きにくい調整だと思っていて、そしてそのことがこの音楽に対して容易に弾けるのとは逆の、非常に音楽の流れがスラスラとは行きづらいという特徴を、このロタンチョという調整が持っていて、そのことによってこうやって鍵盤曲にもこうした深みのある作品がたくさん生まれたのかななんて個人的に思っているんですけれど、でこのバッハのフランス風呂曲っていうのは、まあ30分かかる大作で、まあ舞曲の組曲なんですけれど、まあ、バッハという人がたくさんの舞曲の組曲を生涯で書いていて、イギリス組曲を6曲書いて、順番で言うとイギリス組曲を書いて、フランス組曲を6曲書いて、それからパルティータというのもまた6曲残して、それらを作曲した、さらに後にこのフランス風流曲という、まあ、あの有名なイタリア協奏曲と組み合わせて出版するために作られたこの30分に及ぶ大作があるんですけれど、まあ、これは非常に、まあ、作曲学的に見ても傑作で、まあ、バッハというとよくゴールドベルク変奏曲が、まあ、最も鍵盤曲としては規模の大きい作品でよく語られたり取り上げられたりするんですけれど、ゴールドベルクの次にきっと大きな鍵盤作品と言っていいのかなと思います。これはまあ僕は昔時間をかけて勉強したことがあるんですけれど、なかなか取り上げる機会がなくて、今回ようやくこうして大きな演奏会で取り上げることができて、嬉しいです。あのフランス風序曲というタイトルの通り、10分ほどにも及ぶ長い序曲があるんですけれど、これがフランス風序曲っていうのは当時のフランスでフランスオペラの序曲として、当時頻繁に使われていたリズム、複譜点のリズム、タタン、タタン、タタンというリズムがあって、まあ、それを使用した序曲をフランス風序曲というんですけれど、バッハもそのフランススタイルの序曲を模倣してこうしたその後舞曲が、6、7曲続くんですかね。続いて最後に、まあ、エコーという非常に魅力的で、まあ、かつ技巧的な作品が置かれているんですけれど、これは、まあ、エコーというタイトルの通り、フォルテとピアノの交代が非常に激しい曲となっていて、当時そのフォルテとピアノの差っていうのは、2段あるチェンバロで、まあ、上の鍵盤がピアノ、下の鍵盤がフォルテという鍵盤で当時音量を変えていたんですけれど、まあ、その交代を非常に細かく指示した曲がこのエコーという曲になっていて、これも非常に、チェンバロの技巧を非常にうまく駆使したとても素晴らしい作品となっております。これが30分の大作で、その後にフランクのプレリュードコラールとフーガという、まあ、個人的にはバッハから非常に影響を受けたと思っている作曲家であるフランクの、これも後期の傑作を入れてみたんですけれど、このフランクという作曲家は、まあ、最終的にはフランス音楽の作曲家と見なされることが多いですけれども、まあ、出身自体はベルギーだったり、彼の両親がドイツ系だったりということもあって、非常にこうフランス音楽の作曲家に、まあ、分類されながらも、非常にドイツ的な特徴も持っていたり、こうなんというのか、文化的に多文化がこう入り
混じったような独特な、作風を持つ、まあ、僕としては個人的に非常に魅力を感じる作曲家なんですけれど、まあ、彼の例えば和声の使い方なんかを見てもこれ曲の冒頭ですけれども、非常にこう他の作曲家にはないような彼独特の語法をすごく持っていて、例えば、まず今プレリュードの冒頭を演奏したんですけれど、コラールは例えばするのが容易に理解できる類の音楽ではないと思うんですけれども、むしろこう噛めば噛むほどその味わいというのが分かってくる、そんなとても魅力的な作曲家かなと思っており、これをまず前半ロ単調2つの傑作として、並べて取り上げます、その後後半はレーガーだったりブゾーニー、ショスタコービッチなんかを含めた、多彩な内容でお送りするんですけれど、まあ、レーガーの6つのプレリュードとフーガという曲の中から第2番の二長調、すごく短い曲ですけれど、それと、バッハ作曲ブゾーニー編曲の10のコラール前奏曲から第4番と長調という、これも短い作品で、まあ、2つバッハへのオマージュとして演奏しまして、その後またバッハオリジナルの作品で半音階的幻想曲とフーガという作品を演奏します、まあ、この前半では非常に演じ吹きの作品を取り上げたのに対して、後半この半音階的幻想曲とフーガなんかはそれと比べるともっと非常にチェンバロの技巧っていうものに焦点を当てた作品で、スケールで始まるんですけれども、非常にそのチェンバロのザクザクとした音色で弾くと非常にそれが心地よいような作品となっていて、まあ、バッハが当時最大の鍵盤弾きだったということをものすごくよく感じることができる作品なのかなと思っています。でこうして、レーガーだとかバッハ・ブゾーニのような近代の作品と並べても決して引けを取らないくらい、やっぱり技巧的にも華やかであるし、作品として大変にこう古い音楽なので規模が小さいということはきっと決して感じることのない完成度の高い音楽であるということを感じ取っていただけると思います。でこのバッハの半音階的幻想曲とフーガ二短調を弾いた後、同じく二短調で、まあ、バッハ作曲の無伴奏バイオリンのためのシャコンヌをブゾーニが編曲した、まあ、有名な編曲があるんですけれど、これを演奏します。でこのブゾーニの編曲っていうのがもう非常に鍵盤の現代ピアノの端から端までをもう最大限に駆使した編曲となっていて、まあ、これが実際原曲のバイオリンのものより非常に華やかなものとなっており、まあ、この編曲に対する賛否両論もあったりすると思うんですけれど、個人的にはこのブゾーニという人がバッハへの尊敬のもと現代ピアノを生かしてバッハの精神をどう蘇らせるかということにこう力を注いだ大変素晴らしい編曲だと個人的には思っていて、まあ、僕は昔からよく弾いているレパートリーではあるんですけれど、今回おそらく数年ぶり、5年ぶりぐらいですかね、久しぶりに演奏するのでとても楽しみです。例えばその鍵盤を端から端まで使うっていうのは
本来バロック時代のソロバイオリンのために書かれたものっていうのを完全にもう現代の音楽、現代ピアノを使った音楽として蘇らせるという方針で、編曲されているんですけれども、これもやっぱり非常に バロック、まあバッハの、イメージしていた音楽世界というものと、この現代ピアノならではの、まあ、音域の広さ、まあ、楽器が拡大したことっていうのを非常にうまく融合した雰囲気の味わえる傑作かなと思っています。それで一番最後にショスタコーヴィチの24のプレリュードとフーガより第15番というのを最後短い曲入れたんですけれど、まあ、このショスタコーヴィチの24のプレリュードとフーガというのは、まあ、バッハの24のプレリュードとフーガに対してのリスペクトがあって作曲した作品ですけれど、そのバッハという人が、まあ、特にフーガというものに関してはもう非常に一つの頂点を形作ってしまったがゆえに、バッハ以降、まあ、後世の人たちはフーガを書くことに対してそのバッハが成し得なかったことをフーガでやるというのはもう非常に難易度の高いこととなっていて、なかなかフーガを書くっていうことのハードルは高かっただろうと思うんですけれど、まあ、このショスタコーヴィチの例なんかはそれでもやっぱり非常に バッハが成し得なかったことを新たに現代ピアノでフーガとして行った例として素晴らしい例だなと思うんですけれど、このフーガっていうのがまあ非常にクレイジーなフーガで、これが主題となっていて、非常にアレグロモルト速い速度で半音階を多用して3拍子3拍子3、4拍子3拍子5拍子という、拍子の変化を使いながら、この非常に機械のような、まあ一見マシンガンのようなクレイジーなテーマを使ってフーガを作り上げるという非常に、なんていうのかな、まあ弾くこと自体は難しいんですけれど、この曲でしか味わえない世界観というのを持った曲だと思っています。これを最後に置くことによって、その、まあ、バッハという人から始まって、まあ、様々な音楽史の流れがあるんですけれど、やっぱりバッハという人の影響というのが様々な面に、特に前半で言うと精神、特に精神的な深みという面に及んでいたり、また後半取り上げる作品ではそのチェンバロのヴィルツオーゾとしてのバッハの影響が、現代ピアノの作曲技法なんかにもやっぱり及んでいるということを、感じ取っていただくことによって、バッハという人の今までわからなかった面がさらにこう新たな面を発見できたりするといいなと思って、そんな願いを込めて組んだプログラムがこの A プログラムとなっております。12月の6、7日に演奏する B プログラムの方の解説もさせていただきたいと思うんですけれど、この B プログラムの内容っていうのは、まあ、一言で言ってしまえば、まあ、内省の音楽会と言っていいと思うんですけれど、まあ、シューマン、ドビュッシー、ショパン、早坂文夫、ラフマニノフという作品を並べたんですけれど、まあ、これらのそれぞれの作品を選んだ理由としては、その音楽には役割ってたくさんあると思うんですけれど、例えば聴いて楽しくなる音楽、聴いて響きがいわゆる美しい音楽、または全体的な一つの構成を持って何らかの哲学的思想を表現したものだとか、もしくは時には政治的な思想に絡んだ音楽なんかもあると思うんですけれど、そんな中で僕個人、作曲家がおそらく
人に聞かせるためという以前に彼ら自身の心情を吐露するために、要は作曲家自身が何よりもまず彼ら自身のために書いた音楽というのもまたあるような気がしていて、でそれが結果として私たちの心に響くという、そんなことがあるような気がして、まあ、こうした非常に内向きな作品たちに、まあ、僕は割と小さい頃から、例えば何かでへこんだ時なんかに、家でピアノを、こうした作品を自分のために弾くということで支えられた経験を、まあ、幾度もしてきました。で、それは確かに家で一人でやっている時に起こることなんですけれども、その時に、まあ、僕自身が救われてきた経験なんかをこう音楽ホールでシェアするという試みをすることで、どのような演奏会になるのかなという個人的な実験をしてみたいと思い、このプログラムを、まあ、簡単に言えば少し地味なプログラムだと思うんですけれど、これを組んでみました。まず最初にシューマンの作品で始めるんですけれど、シューマンの、ユーゲントアルバム、まあ、子供のためのアルバムと呼ばれる曲集から、題名のない無題、まあ、いわゆる無題の曲が3つくらいあったと思うんですけど、そのうちの1つを演奏します。シューマンという人がこう音楽の中に非常に彼自身の夢の世界を探した、もちろん大人が聴いても非常にそうした夢の世界っていうものを感じさせてくれる曲だと思っていて、まあ、僕はアンコールなんかでよく弾くんですけれども、これを演奏会の最初に取り上げます。そしてその後にシューマンの夜の小品集オーパス23という作品を演奏しますが、まあ、シューマンという人は、若い頃作品1から作品この今回取り上げる作品23まで、ピアノ曲ばかりを書いていて、ずっとピアノ曲というものに集中して一つのジャンルばかりを書いていたんですね。で、まあ、その最後に位置するのがこの夜の小品集 でこのオーパス23以降、まあ、オーパス24以降でシューマンは例えばたくさんの歌曲を書いたり、室内楽、シンフォニーなんかを書いたり、作曲するジャンルが次第に広がっていくんですけれど、この夜の小品集というのが、例えば作曲動機なんかも曖昧だったり、でシューマンなんかによくある曲のコンセプトだとかストーリーみたいなものも少し曖昧で、シューマンのピアノ曲の中では非常に謎に富んだ曲なんですけれど、これがまあどうやら彼の弟の死に際して作曲されたそうで、まあ、詳しいことは分かっていないんですけれど、まあ、そんなこともあって曲自体は、早々行進曲のような雰囲気で、とつとつとした雰囲気で始まります。始まるんですけれども、やっぱりシューマンという人はこう彼の中の頭の中のファンタジーの世界っていうのを音楽の中にも探した人だと思っていて、これが曲が進むにつれて次第にこうもっとやっぱり幸福感のある夢の世界へと入っていきます。
そうしたシューマンが音楽の中に探した現実世界とは離れた世界というものを、この夜の商品集というものから非常に個人的には多く感じることができて、個人的にはそんな少し謎めいた作品であることも含めながら、個人的にとても最近惹かれている作品ですので、今回演奏し、そのシューマンの、頭の中にあった世界っていうのを感じていただけたらなと思っています。で、それでシューマンの夢の世界に入っていただいた後、ドビュッシーを演奏します。ドビュッシーの前奏曲集第2集より抜粋で4つ演奏するんですけれど、まあ、ドビュッシーという人はその前奏曲集、全12曲からなる前奏曲集を1巻2巻とそれぞれ12曲書いていて、この1巻の方は、いわば、まあ、音のパレット、非常にあらゆる色を駆使して非常にカラフルな音の世界を描き出したのに対し、それから数年後に書かれた第2集の方っていうのは、もっと色彩を落として、こう水墨画のような、白黒の影の世界っていうものを描いた曲集で、そんな影の世界の中に、一筋の光を見出した、まあ、光を探した、そんな作品だと思っていて、僕はこの第2集が非常に、まあ、大好きであるし、感動的な作品だと思っていて、ここから今回4つほど抜粋して演奏します。まあ、酒の門というハバネラのリズムを使った演奏しまして、その後ヒース、カノープ、花火と、まあ、それぞれ演奏します。まあ、ヒースなんかはこういう単旋律で始まるんですけれども、まあ、かの有名なこれと非常に近い、処方を持った作品で、メロディーというものと和声というものが、ドビュッシーによくあるこうそれらをこう曖昧にしていくのではなく、しっかりメロディーと、和声というものが分けて聴くことができる作品ですね。で、カノープっていうのが、非常に多分この曲集の中で最も音数の少ない作品で、時間の止まってしまった過去に思いを馳せるかのような非常に内向的な作品となっています。それで最後に花火を演奏するんですけれど、まあ、これは非常に華やかな作品ながら、やっぱりどこか白黒がの華やかさのような、少しモノトーンな手法を使いながら華やかな花火を描いたというような作品かなと思います。ここまでが前半で、休憩を挟みましてショパンをまず2曲演奏します。ショパンのノクターン第6番とバラード第4番演奏するんですけれど、ノクターンの第6番の方は、ショパンが23歳頃の作品、まあ、ショパンの全20曲ほどあるノクターンの中で比較的若がきな作品なんですけれど、まあ、ショパンっていうのはそれこそバラード4番なんかの晩年の作品になるに従って、非常にこう諦めというものを音楽の中にこう見出して、そこから、まあ、それが最終的には例えば船歌なんかのように天国的な歌
美しさに昇華されていったりするんですけれど、まあ、そうしたショパン晩年の特徴をすでにこの若書きのノクターンっていうのは少しはらんでいるような気がして、この23歳という若書きながらやっぱりショパンの晩年をすでに予感させるようなものをうちに持っているノクターンで、個人的にとても好きなノクターンです。その後、まあ、バラード4番というもうこれは言わずもがなのショパンの傑作を演奏しますが、まあ、バラード4番が書かれた年っていうのはショパンにとっては非常に、近しい人を亡くしたりと辛いことがあった年でもあったんですけれど、まあ、そんなことがあったからこそなのか、このバラード4番にはこう何かを乗り越えなければならないからこそ出てきた強さっていうものをとても感じるような気がしています。そしてこのショパンの、まあ を演奏した後に、早坂文夫さんという作曲家のピアノ商品を2つ取り上げます。昨年早坂文夫さんのピアノコンチェルトを演奏する機会があって、その時にこの作曲家についていろいろ調べたりしていたんですけれど、彼がこの室内のためのピアノ商品集という作品集を残していて、まあ、これが非常に魅力的な作品で17曲からなるんですけれど、そのうち2つを演奏します。12番と14番で、この12番は非常に可愛らしくて、この日本らしい五音音階を取り入れながらこうした雰囲気で書かれていて、14番の方は、もっとずっとこう曲の指示として敬虔さを込めて、まあ、敬虔さっていうのは宗教的な意味での敬虔さですけれど、そうした、何かをこう祈るかのような敬虔さに満ちた曲です。非常にこの早坂文夫さんという人は、日本人は日本人としてクラシック音楽を書くべきだっていうことをおそらく一番初めに明言した作曲家の方で、まあ、いわば日本のクラシック音楽というものを、まあ、日本ならではのクラシック音楽というものを先駆けとなった方だと思うんですけれど、この曲集ではやっぱりそうした日本的な美っていうものをが非常によく表れています。でこの早坂文夫さんがこの作品集を書くにあたって書いた作曲ノートに書いてあった文書かれていた文章を引用すると、これは室内で誰に聞かせるものでもなく弾いて自らが楽しむといったもの、このようなあり方は至極日本的だと思うのであると書いているんですけれど、まあ、この要するに自分のために室内で弾くということを念頭に置いて書かれたというこの曲のコンセプトにもとても共感しまして、そんなこともあって今回このプログラムに、まあ、ぴったりだなとも思って入れさせていただきました。とても魅力的な作品となっております。それで最後にラフマニノフのコレルリ変奏曲、まあ、コレルリの主題による変奏曲を演奏するんですけれど、まあ、これがそのラフマニノフという人が、まあ、アメリカに渡ってその後祖国に帰ることはなかったんですけれど、まあ、アメリカに渡って以降彼の作曲する数、作曲した作品数っていうのは非常に激減するんですけれど、まあ、その理由自体彼自身が祖国の、自然の風景なんかをもう何年も見ていないからだと言っていて、やっぱり彼自身にとって祖国の風景っていうのが、非常に作曲のインスピレーションの源泉となっていたということがわかるんですけれど、そんな中で、彼がアメリカに渡って唯一書いたピアノソロ曲がこのコレルリ変奏曲で、これもまた非常に技巧的に難易度の高い部分もあるんですけれど、やっぱり
主題なんですけど、まあ、主題はコレルリによるものなんですけれど、まあ、これを主題としてやっぱり非常にラフマニノフの特に若い時のラフマニノフとまた違った、過去というものに思いを馳せているようなそうした内向きな、心情をとても感じることができて、非常に聞いた後に何というのかな、聞いて笑顔になる作品というよりは聞いた後に僕は、まあ、僕自身聞いた後に非常にため息の出てしまう作品と言ってもいいかもしれないですね。作品が変装が全部で20あるんですけれど、この20の変装を通して作品というものが大きく発展して最後ものすごい盛り上がりを見せるんですけれど、20変装の直後に最後こうだという、まあ、1ページほどの、こうだがあるんですけれど、そこで今まで作り上げてきたものが全て崩れ落ちて、全てが無になってしまうというそうした虚無感のようなものを個人的には非常に感じる、そういった意味で非常に心に迫ってくる作品だなと思って、個人的にはこれもラフマニノフの中で特に思い入れのある作品であります。これをまあ最後に演奏して B プログラムおしまいとなります。まあ、B プログラムの流れはこうシューマン、ドビュッシー、ショパン、早坂文雄、ラフマニノフと一見それぞれに有機的なつながりはあまり感じられないような流れで並んでいるんですけれど、これは前後の流れなんかを非常にこう僕がイメージしながらプログラムを組んでみて、実際会場で生で聴いていただいた時にそのプログラムの、構成の意味というものが皆様に伝わったらいいのかなと、まあ、なんとなく想像しておりますし、まあ、そうした演奏ができるよう僕自身も頑張ってみたいと思っています。ということで、浜離宮で12月4日から8日まで行う連続演奏会、まあ、このリサイタルを5日間連続でするということ自体僕にとっても初めての経験なんですけれども、まあ、これはある意味ではその大変なんじゃないかと言われることもあるんですけれど、個人的には演奏会というものが例えば1ヶ月に一度だけ演奏してくださいと言われた時にどうしても生じてしまうこの日常生活との乖離、その演奏会という場の日常生活とかけ離れた空気であることによって生じるこの僕自身の例えば力みだったりとかそうしたものが、僕としてはこうして連続演奏会として行うことによってもっと僕が日常的に例えば家で寝起きにパジャマを着ながら練習している時にそういう時にしか現れない演奏っていうのが時々あると思っていて、僕はそうしたものが本当は舞台で出せたらいいのになと思いながらなかなか出すこともできないということを、まあ、演奏家として時々、まあ、よく感じたりするんですけれども、そんな意味でこの連続演奏会をすることによって僕自身もどんどんその演奏会の場というものがもっとナチュラルなものに5日間通してなっていくことによって皆様によりこう僕が普段感じていることに近い音楽を届けられたらなと思って、そんなわけでこの5日間連続というもので組んでいただくことに、今回なりました。 A プログラム、 B プログラムそれぞれ、まあ、それぞれに違った特徴を持ちながらそれぞれに何か一つのことを感じていただけるように組んだつもりではありますので、ぜひ、足を運んでいただけたらなと思っています。僕自身も、それぞれのプログラム弾くのをとても楽しみにしています。ではお聞きいただきありがとうございました。会場でお待ちしています。